愛をもう一度など20曲近くをギターを弾きながら歌い、歌の合間にこのままでは命の塔は何話の社頭となりかねません、大阪人の心意気を期待しますと訴えました。集まった観客の中にはコンサートの後早速子どもたちの会員申し込みを行う家族連れもいました。身近にある国宝や重要文化財に指定されている建物を講師の説明を受けながら見て回る文化財通度巡りが行われています。これは愛媛県文化振興財団がふるさとの文化や歴史に親しんでもらおうと東予、中予、南予の3つのコースに分けて実施しているものです。今日は大山寺や石手寺など松山市を中心とした文化財をバスで巡る中予コースのツアーが行われ、およそ40人が参加しました。一行はバスの中で愛媛県文化財保護審議会委員の河合勤さんから今日見て回る文化財についての説明を受けました。最初の目的地の大山寺は685年前に作られ、参拝者の視覚に訴えるように柱の木の組み方などに様々な建築技法が用いられているということで、